안녕하세요가을입니다はい、ということでおはようございます。現在朝9時でございます。ということでですね、ここじゃじゃーん、お、あ、ちょっとあまり見えないんですけど、ジョンロオーガに来ております。ジョンロオーガといえばクァンジャン市場ですよね。はい、ですね、前回ここクァンジャン市場でタッパンマリカルグクスって言ってね、紹介したんですけれども、今日はクァンジャン市場といえば、まずはね、食べ歩きなんですけれども、クァンジャン市場といえばユッケという方もいると思うんですよ。ということで今回はクァンジャン市場でユッケを朝から食べたいと思います。イエーイ。はい、でですね、クァンジャン市場ユッケ、前すっごい前に私が来たんですけれども、今日はね、王道中の王道に行こうと思いまして、言うてね、私いつもローカル探すじゃないですか、みんなが知らないようなこう発掘的なお店だから、あんまり定番のお店知らなくて、今回すごいね、すごい定番なのに今更知ったんですよ。ということで今更定番を食べに行きます。ということでですね、最寄りの駅がジョンロオガ駅でございまして、8番出口でも7番出口でも行けるんですけど、今日は1番の中を通っていこうと思いまして、7番出口から、はい、向かっていきたいと思います。ではね、多分まだ市場やってないと思うんですけど、はい、向かっていきたいと思います。それでは、おう、じゃじゃーん、はい、こちらがジョンロオガ駅の7番出口でございます。はい、7番出口から出て、はい、まっすぐ進みます。はい、そしたら最初のね、アーケードのところを入っていきます。お、もうほぼやってないね、今は。はい、ということでね、このおなじみの十字路ですね、これを曲がらずにこのままずっとまっすぐ行きます。はい、さあどうぞ。はい、じゃあこちらになります、プチョンユッケ。はい、ここ見るとね、1956年からやってるんですね。なんかさ、なんだこれは、開業、あ、なんかリニューアルオープンしたっぽいですね。いや知らんけど、なんかこういうの貼ってあるとリニューアルオープン的な感じじゃない。はい、じゃあちょっとね、入っていきたいと思います。いやー、見て、すごい生きのいいタコですよ。ここに名前書くんですね。で、で、じゃじゃん、はい、じゃあこちらがメニュー表っていうか、これで注文表なんですけど、あ、メニュー表っすよね。はい、まずユッケがね、15,000ウォン。ユッケムーフェ、ユッケムーフェってなんだ、食べたことないよ。それから皆さん好きな、なんだっけこれ、ほら、赤いプルプルしたやつと、あとなんだっけ、グレーの宇宙人の肌みたいなやつと、サンナッチタンタンイってやつが、ユッケがないタコだけのやつですね。で、これがユッケナッチタンタンイ。それからユッケ刺身もあって、ユッケビビンパプ普通のやつと、安い、見て、700円だよ、ユッケビンパプが。ユッケビンパプトゥってやつが、大きいやつで、ユッケがね、追加されるんですね。そんな感じ。あとは お酒とかですね。あ、もう完全にユッケ専門店だ。ということで今日はユッケビビンパプとユッケナクチタンタイン。え、なんかナクチも久しぶりに食べたいんだよね。これとこれにしよっかな。はい、ということでね、今入ってきてメニュー見たんですけども、今日はユッケで腹を満たす、このユッケ尽くしでいきたいと思います。私がなんだっけ、レバーだっけ、生のあれを食べれればよかったんですけど、私がちょっとそれが苦手ですので、食べれないわけじゃないんだけど苦手なので今回は久しぶりにね、ナッチタンタンとユッケビビンパを頼んでいきたいと思います。飲み物なんか飲む？飲料酢、サイダー、チーソンサイダー飲んじゃう？ユッケナッチタンタンの箱やビビンパって話しよう。で、箱、飲料酢、チーソンサイダー話しよう。サイダーな。で、ということでですね、はい、じゃあね、なんかね、噂によると速攻出てくるらしいんですよ。だからちょっと待ってみたいと思います。じゃじゃーん、はい、ユッケビンパプ出てきました。見て、なんかもう、うわー、量を見てよ。ダメだ、うお、
ごしてる、うごうごしてる。色がめちゃめちゃ綺麗ですよ。しかも、はい、梨ときゅうり、そしてこれなんだろう、なんかさ、大根のなんとかみたいな、三つ葉みたいな、なんだっけ、家でも栽培できるやつ。違うか、それなんかちょっと違うな、まあ、よくわかんない。と野菜ですね。見て見て見て、久しぶりの、はい、じゃーん、うごうごしとる。さっきまで、はい、生きてたやつですよ。お、やば、めっちゃ美味しそう。いやー、こんなビジュアルですけどね、美味しいんですよ、これ。はい、ということで、このね、あのご飯をこの中に入れて混ぜてビビンバにするって感じですね。じゃじゃーん。じゃあ、食べていきたいと思います。インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録お願いいたします。え、なんかさ、興奮しすぎて何、あのお汁の説明とかしなかったわごめん、ついてくるやつ説明全然しんかった。じゃあこちら雪ビンバでございまして、こちらが担々湯でございまして、え、このね、さっきのお汁が牛肉と大根の、はい、お味噌汁でございます。すいません、あの飲み物でございます。飲み物じゃない、あースープでございます、はい、ということでね、じゃあ食べていきたいと思います。いただきます。じゃあちょっとメシテロカメラ、メシテロカメラ、はい、準備。はい、じゃあ行ってみたいと思います。これをね、はい、全部混ぜますよ。はい、ちょっと、あ、このユッケの量見て、あ、すごい、あ、下にさ、見て、はい、梨が入っております。これを混ぜ、あ、混ぜます。こりゃね、ほら見て、色がめちゃめちゃ綺麗だよ。美味しくいただきます。ありがとう海の幸、ありがとう土の幸。ごめん、なんかさ、飯テロの動画見てるときあんまり言葉聞きたくないよね、集中したいよね。ごめん、いや、ちょっと喋るのやめるわ。どうやって食べるかって言いますと、混ぜましたら、あ、すごい、見て、くっついてくるじゃじゃん、はい、海苔がありますので、ね、ユッケと担々油をですね、つけてまいりました。ごま油入ってます。ちょっと追加して、そしてこの草を、はい、入れます、はい、これで食べます。これです、これ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 です。あのね、美味しいマジで、誰ユッケとこのタコを合わせようと思った人、本当に天才だ。うん、こうやって食べなくてもさ、どうせ私一人じゃん、これ全部私が食べていいわけじゃん。この上にこう乗せて、じゃん、いただきます。うまいな。じゃあ次ビビンパ作っていきます。ビビンパ入れます。じゃん、はい、コチュジャンです。で混ぜます。昨日さ、ご飯を3時4時ぐらいに食べて、昼のね、でそっから編集の残りあって、1時くらいから1時間半ぐらいね、あの運動したんだよね。走ったりとか歩いたりとか、あと筋トレとかして、で普通にお腹空くじゃん。だって3時ぐらいに食べたんだよ、お昼を。でも運動してからすぐね、ご飯食べると吸収がやばいから、鶏の胸肉だけ食べて耐えてたの、空腹を。で今日の朝これですよ。もうすごい、もう美味しさがやばい。空腹からのユッケって、もうなんかツコンツコンみたいなさ、こうすごいよね。はい、じゃあ食べます。見て、この、見てこれ、見てこれじゃあいただきます。コチュジャンめちゃめちゃ美味しいんだけど、わー、なんかめっちゃ美味しい。何これ、めっちゃ美味しいんだけど、コチュジャンからね、なんか風味がするなんか普通の辛いだけとか甘いだけのコチュジャンじゃなくて、美味しいコチュジャン。何これ、めちゃめちゃ美味しいな。いや、おスープいただきます。おスープ、あー、これは見て、お肉、うん、
たいなお肉。基本的に大根が入るとすごいなんかこうさっぱりしたスープになる。これは牛肉スープだからちょっとこってりっぽいけど、大根が入ってるからさっぱりもあるみたいな。私にしてはすごい真面目に食レポしてない？うん、まあパッと見ね、ユッケビンバとユッケタンタン糸でなんか味似てないみたいな、どうせユッケじゃんみたいな感じなんだけど、全く味違うんですよ。どっちかというとユッケタンタンはごま油重視の味、食感、このナッチの食感も楽しめる感じで、ユッケビンバはもうこのコチュジャンの味なんだけど、もうすごい美味しい。コチュジャンの中にユッケの味、あ、なんかもうよくわかんないね、ごめん、全然違うってことが言いたかった。ね、海苔と食べた時のね、美味しさやばいよ。私がこの市場の中をねちょっと歩きたかったので、あの本館の方に来たんですけど、このお店のすぐなんていうのこう道路側って言ったりとかなには別館って言ってね2号店がありまして、どっちでも同じもの同じ味で楽しめるみたいなので、行きやすい方でいいと思います。まあ、だいたい500円ぐらい、金箔天国とか行くと600円とかするのかな、500円ぐらい、まあ、だいたい500円ぐらいなんですけど、それにさ、200円追加するだけでユッケがついてくるじゃん、やばくない？はい、ということでごちそうさまでした。いやーモーニングユッケ最高っすね。こんなに贅沢なことある？モーニングユッケ、モーニング焼肉、モーニング肉、モーニング肉やばくない？モーニング肉やばい。いやーなんかお腹いっぱいでもう家帰りたいんだけど、あと1個撮影あるのにもう家帰りたい。家帰ってクーラーガンガンにして寝たい。ということでね、まあここが王道中の王道ということで、まあ60年以上ね、美味しいお店としてやってきてる、はい、ここのお店なんですけど、もちろん日本のガイドブックにも載ってるし、多分ここ来たことある人すごいいっぱいいると思います。とりあえずここのカンジャンシジャンがユッケですごい有名なので、なんで有名なんだろうね。別にここがさすごいお肉が有名な市場とかじゃないのに、なんでここユッケが有名なんだろうね。ということでですね、まあ、営業時間朝9時からやってまして、朝ごはんとしてユッケも食べれますので、はい、ぜひね、安いし700円だよ、おすすめしたいですね。ということで今回は、カンジャンシジャンで食べる超有名どころのユッケ尽くしの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。